はい、どうもシェスです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日なんですけど、こちら、ペッカゴブジャイ使ってみた、やっていきたいと思います。まあ、タイトルにもあるんですけど、もう対戦相手の方もかなり豪華メンバーになります。はい、まずこちら最初の方、まあ、ター選手のアナリストですね。はい、で、その次、まあ、最後なんですけど、こちら世界49位の猛者で、2戦目が、こちら52位の猛者になります。はい、ではやっていきましょう。最初はこちら、そうですね、はい。ペッカゴブジャイなんですけど、相手はこれダクネじゃなしに、フェニー型になります。はい、ではやっていきましょう。はい、まあ、ちょっと個人的にもこれいつもミラー対決はもう後出しの方が有利ですって言ってるんですけど、もう正直そうですね、この、まあ、ペッカゴブジャイに関しては、まあ、全くわからないことだらけなので、まあ、とりあえずはやっぱり受けからですね、あんまり先に攻めてもどうせカウンターもらっていいようにされるに決まってるので、まあ、まずはしっかりとダメージを受けてでもいいので、ユニットで受けて、そっからのユニットでカウンター。もうそれさえ意識してあげたら OK ですね。それでもう守られてしまったら、また守られてしまったで、まあ、どういう風に、攻めを通すのかっていうのを考えてあげたらいいんですけど、まずとりあえずはカウンターですね。はい、ちょっとここを縦線切ってしまったので、これだいぶやばいなっていう感じだったんですけど、はい、これ、まあ、ダメージ食らってしまって、なおかつこれカウンターの形も繋げれてないので、これはちょっと良くないですね。はい、相手ももちろんこれペッカで絶対に合わせてくるんですけど、もうこっちとしては、はい、これに対して後ろからまたペッカですね。で、やっぱり大事なのがここですね。ここの、はい。ここの攻防なんですけど、絶対相手はトリトン縦線します。まあ自分も同じくこれトリトン縦線するんですけど、はい、これうまいことペッカが反応してくれたので、これはなんとか耐えれましたね。で、ここでしっかりとカウンターで攻めたんですけど、はい、まあフェニックスがやっぱり結構強いですね。もうこっちとしてはフェニックスに対してもうほとんど何もできないので、はい、ここで相手もしっかりカウンターで、ロイジャイつけてきたんですけど、はい、ここ良かったのが、これなんとかゴブジャイが間に合ってくれて、いい感じにこれ形組めたので、これ良かったですね。はい、まあなんですけど、そこまで致命的なダメージを与えれてないので、はい、全然わかんないですね、ここも。はい、これ縦線来るかなと思って、矢の雨ザ、レイジ先に打ったんですけど、はい、全然読みが外れちゃいましたね。はい、まあなんですけど、はい、なんでか知らないうちにこれ、はい、ペッカが殴ってくれて勝つことができたといった感じになります。まあこんな感じで、ちょっと、はい、トリトン縦線、もうこれが厄介なので、まあそれに対して、縦線に対してしっかり矢の雨レイジ打ってあげたらやっぱり処理できるので、もうそこだけですね。はい、では次やっていきましょう。次の方は、52位の猛者ですね。はい、ではやっていきたいと思います。はい、次はこちら、ペッカー、ごめんなさい、ゴブジャイなんですけど、はい、ちょっと変わったデッキですね。ではやっていきましょう。
はい、ここウィザード来たので、まずしっかりと、ボイド打ってあげて、まあ、それでもう一回様子伺うといった感じですね。もう基本的にもうこのデッキも、はい、もうカウンターを、意識してやってあげたら OK かなといった感じですね。そんな先に形組んで攻めるっていうデッキではないので、しっかりと受けから入ってあげて、それで残ったユニットでカウンターするっていうような感じになります。はい、まずは、まあ、こんな感じでお互い落ち着いてプレイしてるんですけど、はい、基本的にそうですね、こっちはウィザードに対してはもうボイドを打つしかないんですけど、まあ、今回これエリゴリデッキじゃないので、まあ、ボーラーいようが、ウィザードいようが、まあ、こっちペッカ持ってるし、まあ、そこまでそうですね、細かいユニットでゴリ押すっていうデッキではないので、まあ、これ本来だったらもうエリゴレデッキ使ってたらもうこれ絶対に勝てないマッチアップなんですけど、まあ、今回はい、ペッカデッキということで、まあ、こういったデッキと当たっても正直あんまりそこまで脅威ではないです。はい、ここでライトニング打ってきたので、もうとっさにこれペッカ出したんですけど、はい、これ相手ウィザードいるの分かってるので、これ固め出ししたらもう本当にいいようにやられてしまうので、はい、まあこんな感じで分けましたね。はい、ここで相手がこれいきなり端前で攻めてきたんですけど、これ結構美味しかったですね。はい、しかもウィザードも出してくれて、はい、このウィザードも、はい、陣地に入ってもういいように回収できたので、これめちゃくちゃ大きかったです。はい、この槍ゴブリンも強いですね。はい、ボーラーもしっかり処理してくれたので、こっからなんですけど、もうこっちとしても正直はい、同サイドで勝負するとなかなかこれウィザードであったりボーラーであったり結構やっぱり範囲系のダメージが、範囲系のユニットがたくさんいるので、まああんまり同サイドで合わせたくはないんですけど、まあ、相手がもうこんな感じでユニットを出してくる以上はもう正直これ合わせるしかないので、はい、これ大きいですね。これ相手が攻めてきたんですけど、また こんな感じでカウンター組んであげて、はい、これ自分ちょっともう右側しか見てなかったんですけど、左側これトリトン殴ってくれたおかげで勝つことができましたね。ちょっとこれはもうもう自分はもう右側の防衛に必死だったので、はい、ちょっと勝って驚きましたね、これは。はい、じゃあ最後ですね。はい、こちら、このデッキちょっとだいぶもうテンプレじゃなくて、だいぶ変わったデッキなんですけど、ではやっていきましょう。
はい、相手これゴレデッキですね。まあゴレデッキは基本的にまあこっちペッカ持ってるのでもう相性はめちゃくちゃいいです。はい、最初ちょっと何のデッキか全く分かんなかったんですけど、とりあえずこれ同サイド来た以上、あ、ごめんなさい、右側来た以上、右側にユニット出して、まず様子見ですね。はい、これ相手ポンプ立ててきたんですけど、はい、これめちゃくちゃ美味しいですね。まあなんですけど、ちょっとデッキがわかんない以上、もう全然こっからでもわかんないので、まずとりあえずは、そうですね、こっちが意識することとしては、もうペッカはもう無理やり、むやみにはやっぱあんま出さない方がいいです。もうそれ以外のユニットで、まあ少ないエリクサでなんとか、してあげないとなっていうような感じでやってましたね。はい、これ相手がゴレ出してきたんですけど、さっきの相手のザッピーに対してこれペッカ出してたら、もうこのゴレもうほぼほぼ止まんなかったと思うので、で何よりこっちはトリトン持ってるので、トリトンを逆サイドに引っ張ってあげて、それで、まあ、この自陣にいるペッカを、ダクネしばいてあげてっていうのをやってあげたら基本的には守れます。はい、まあ、こんな感じで最後カウンターがモロに決まって勝つことができたんですけど、まあこれは正直相性は、はい、いいです。もうこっちはペッカ出してるだけで相手はもう受けきついし、もう攻めたとしてももうペッカで受けることができますし、で、まあ、あとは、トリトンで引っ張ることもできるので、まあ、これは本当にもうめちゃくちゃ相性いいですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。